ゲームの名は誘拐は2002年に公文社から刊行された東野圭吾の長編小説。一人の男にそれぞれ恨みを抱く男女による狂言誘拐の行方を描いたミステリー。物語は終始主人公の佐久間の視点で進むのが特徴で、警察などそれ以外の動向にはスポットが当たらないように描かれている。雑誌、ゲーナーで、 青春のデスマスクとして2000年から2002年にかけて連載され、2002年に単行本が刊行された。2003年には g m e ーのタイトルで映画化された。ビンワン広告クリエイター、佐久間はリーダーとして進めてきた非正自動車のイベントのプロジェクトをクライアントである非正自動車の副社長、カツ勝ギの一声で潰されてしまう。失意と、 屈辱感に苛まれた佐久間は、桂木の住む豪邸まで出向くが、そこで家出しようと桂木ラ邸の兵を乗り越えてきた、桂木ラの娘、樹里と出会う。家に帰る意思を見せず、桂木の家から金を巻き上げたいという樹里に対し、桂木ラに一矢報いたいと願う佐久間は、樹里に狂言誘拐を持ちかけ、桂木ラから三億円を奪い取ろうと格索する。だが、二人が進めた。 狂言誘拐は意外な展開を見せていく。ゲームをやってみないか、誘拐ゲームだ。G.B. のタイトルで映画化され、2003年に公開された。監督、伊坂聡氏は映画はお客に感情移入してもらわないと困るとし、映画化するにあたり、結末部分や登場人物の性格などを大幅に付け足した。これに対し、原作者の東野は、 映画は映画だからと心よく承諾した。また、原作では、名前が、佐久間俊介となっていた。主人公は、映画では、佐久間俊介に変更されている。テレビドラマ、トリックでも共演する、生瀬勝久が出演。また、トリック内でたびたびネタにされている、ガッツイ始末、椎名吉平の元ネタは本作である。エリート広告クリエイターの佐久間は、 仕事で屈辱を味わわされた広告主、桂木野の娘、ジュリが家出するのを偶然目撃する。ジュリに自分を人質として父親から3億円の身の白金を奪うという狂言誘拐を持ちかけられる。計画を実行していくうちに、二人は恋に落ちていくのだが、It's All A ゲームジブラジーミーに関するカテゴリー、ありがとうございます。